朝から何もしていません。とりあえず父が誕生日にくれたこのお肉を解凍して夜は焼肉をしたいと思います。そう、相模豚バラ焼肉用。相模原ってわけじゃなかった、平塚市相模豚バラです。これはカルディで買ったコーヒーゼリーです。なんかネットで見たらコーヒーゼリーの概念が覆されたって書いてあったので買いました。なんかかけて、これがなんか砂糖がついてました。これは買ってきてもらったシュークリームです。砂糖がついてるんだという新しいタイプのコーヒーゼリー。食べてるのは絹代さんですね。意外なメーカーだっていうのを言ってまして、どこのメーカーだというふうにクイズ出されまして、どこ森永どこっていう話をして、結局マルハニチロでした。意外という感じで。でですね、このあと、ずっと行きたかったお店スヌーという雑貨屋さんに行きました。でその後弥勒舎というこれまた行ってみたかったカフェに行きまして、そこの内装もとっても素敵なお店で落ち着いた時間を過ごしたんですけども、レモンケーキとほうじ茶をいただきました。美味しかった。今日買ったもの、ずっと行きたかったスヌーで、サラフチモナカ。こちら東京都墨田区のモナカでございます。なんとお店のお名前が白川、北海道っぽいですね。はい、もうポストカード、これ文鳥飼ってる猫のポストカード、とっても可愛いです。そしてなんかカラスのカード、とっても可愛いです。でその後、弥勒舎というおしゃれなカフェに行き感化されまして、100均に行って買ってきたもの、まずお盆、これは200円、食器。これは何がしたいのかというと、家でおしゃれなカフェご飯をできたらいいなというあれです。ちょっと今うちにあるお茶碗とこれ、このセットが合わないことに気づいた。はい、こういう感じです。これでこういう感じです。全部2セットずつ買いました。はい、いい感じです。ちょっとこれ開けてみましょう。なんかこれよくインスタとかでも普通に、おお、あ、生で入ってるんだ。あ、生じゃなかった。ん？いや、生で入ってる。え、賞味期限いつなんだ。5月4日意外と待つ。では上士幌の大豆茶でいただきたいと思います。早場の中にかかっちゃった。なんかお漏らししたみたいな、ちょっと。よし、ではいただきます。福よ来い。ちょっとここ濡らしちゃってお漏らししちゃった。いただきます。ん？何よ？ん？ん？めっちゃ美味しいけど、何よ？美味しい。なんて上品な。
おもろし大豆茶、あ、ちゃ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 、おいしい。このお盆ともこのお皿ともいい感じで合いまして、ありがとうございます。うん、お家でカフェタイムいいよね。髪ボサボサなんで帽子お許しください。うん、白いダイヤと呼ばれる白小豆。うーん、大豆茶美味しい。え、これ亀四方の道の駅で買ったんだっけ、この大豆茶。そう、うーん、うん、今チュピのポストカードだよ。ほんと可愛い。これ猫が文鳥の飼い方の本を見てんのほら、かわいいね、かわいいね。これどこ飾ろうかね、できてたね。裏にくっついた。ね、これ結構くっつくね、モナカって。その裏にモナカの皮が。ああ。くっついた。いい一日だった。これで最後焼肉で締めるんでしょ。今日最高じゃない？最高。分量どのぐらい？適当にやるわ。人物さっきと。鏡豚、平塚で作った鏡豚じゃなかった、うん、おっ、あ、うん、うん、うん、伊達久島、伊達久島、体が酸性に傾いてる。影響受けすぎじゃない？うん、美味しい。
そう、すごい脂身、この部分が脂身。うん、ネギ塩合う。ごちそうさまでした。